エトラちゃんは見た。俺の名前は橘、実家暮らしの男子大学生。そんな俺には今年88になる祖母がいる。祖母の名前はあざみ。その昔彼女は商店を経営しており、だからどうかは知らないが、金銭関係がかなりきっちりした人だった。あ、赤松さん、この前の月払ってってよ。ええ、というか言葉を選ばなければケチなのだ。例えば俺が小学生の頃、ばあちゃん、今日のおやつは。ああ、ちょうど売り物の菓子パンの賞味期限が切れたから食べていいよ。ええ、また廃棄。なんだいその不満そうな顔は。言っとくけど、パンみたいな発酵食品は腐りかけが一番美味しいんだから。そんな事実はありません。そうかな。でもたまには出来たて菓子パン食いてえな。それじゃ売ってる菓子パンをやるから後で金払いな。ベタ一問たりとも負けないけど。ええ、家族割とかねえな。おばあちゃんは人間ができてるから身内びいきとかしないんだよ。まあここまでなら孫を必要以上に甘やかさない祖母で済むけど、問題は他にあった。あ、そうだ立花、この後三丁目のあかねさんのとこに牛乳届けておくれ。別にいいけど、バイト代くれる？おばあちゃんは何でもかんでも見返りを要求するやつは嫌いだね。ブラック企業だ、自動労働、現代の闇。ニュースで聞きかじったこと言ってないで早く行くんだよ。お客さんを待たせない。ちっ、あ、そうだ、今あかねさん家の前で工事してるから配達は遠回りしていくんだよ。はぁ、めんどくさ。急がば回れだよ、行ってきな。ちぇ、いろいろとこき使われてはいたが、祖母のおかげでいろいろと助かってたところもある。というのも、うちの家は両親が共働きで帰りが遅く、祖母が食事や風呂の世話をしてくれていたのだ。あ、ほらまだ拭いてない。それに今にして思えば、この日配達を押し付けられたからこそあいつに出会えたのだ。あかねさんち遠いな。工事なんかすんなよ、ちくしょう。いっそ工事現場突っ切っていけばよかったな。ったく、何が急がば回れだってんだ。あ、なんだ、女子が泣いてる。めんどくせえ、ムシムシ。俺はとっとと配達終わらせて帰らないといけねえんだから。おい、何泣いてんだよこんなとこで。だって帽子が、風が急に吹いてきて、お母さんがプレゼントにくれた大事な帽子なのに。こんな木適当に登ればいいじゃねえか。私どうちだから無理だよ、落ちちゃうよ。いやー、もうめんどくせえな、そこで待ってろ。ほら、取ったか。もう泣くなよ。ありがとう。じゃあな、俺今からあかねさん家に牛乳届けなきゃだから。なんだよ、まだなんかあんのか。そこ私のおばあちゃんの家だから。はあ、最初は何の冗談かと思ったが、それは本当のことだった。立花くん、うちのツツジを助けてくれたのね、ありがとね。事情を聞いたあかねさんは、俺に賞味期限が切れてない菓子パンをくれて、ついでにツツジのことも話してくれた。何でもツツジには父親がおらず、母親も海外に単身赴任中。そのため祖母であるあかねさんの家に預けられたのだそうだ。ツツジは人見知りだからね。立花くん、できれば友達になってあげてね。おっす。当時俺には女友達がいなかったので、ツツジとの付き合い方もわからなかった。うん、友達っつってもな、めんどくせえ。ままごととかやらされるのは嫌だなぁなどと思ったが、しかしそれは杞憂に終わった。この漫画面白いな。でしょ。ツツジはかなりの漫画好きで、少年漫画も多く揃えており、俺は毎日のように彼女の部屋に上がり込んで読書に勤しんだ。あかねさんの用意したお菓子を食べながら二人でだべって漫画を読むという生活は、俺にとってかなりの娯楽だった。こんにちは。いらっしゃい。あら、ツツジちゃん。そのうち羊の方から俺の家に遊びに来ることも増えた。店番で暇している時に彼女が話し相手になってくれて助かることもあった。羊ちゃん、今日は立花のおもりしてくれてありがとね。はい、これ賞味期限が切れてない菓子パン。あ、いいんですか。あー、くれ、俺にもくれよ。あんたには朝晩食わせてやってんだから、しゃしゃるんじゃないよ。ちょっと、やばい。そんな感じで俺の幼少期は過ぎていき、羊と一緒に中学高校と進学した。羊は勉強ができる方だったので、俺は彼女に勉強を見てもらった。俺が大学に行けたのも、羊が付きっきりで受験勉強をサポートしてくれたからだった。そして現在、あー、暑いなばあちゃん。
ほんと毎年夏の暑さが厳しくなってきてさ、マジでテンション下がるよな。俺の大学入学と同時に祖母は店を閉めた。その頃にはもう随分と認知症が進んでいたのだ。ばあちゃん、今ではこうしてベッドに横たわって一日を過ごしている。それを俺と父母が面倒見ている。正確には俺と父母とあいつが。こんにちは。おお、ツツジも俺と同じ大学に進学し同じく実家暮らししている。だからこうして互いの家を行ったり来たりする関係も続いていた。おばあちゃん、暑いですね。最近はエアコンガンガンに効かせてるからそこまで暑くもないんだけどな。昔はおばあちゃんが電気代もったいないからって一向にクーラーつけなかったけど。暑い。何言ってんだい、外で遊んできな。そんなこともあったね。今じゃ俺の天下だぜ。部屋の温度も常に27度。さまあ見やがれ夏。あ、どうしたおばあちゃん。水。ああ水ね。私入れるよ。お、いつも悪い。羊はよくばあちゃんの介護を手伝ってくれた。本当にいいやつだと思う。立花くん。お、どうした。今日お父さんとお母さんは外かな。うちにいるよ。昼からのことは任せてある。そっか、じゃあ心置きなく行けるね、漫画展。そうだな。今日はツツジの好きな漫画の展示会が県立美術館で開かれる。俺たちはよくどちらともなく理由をつけては二人一緒に出かけていた。美術館の近くにね、この前喫茶店が新しくオープンしたんだって。そっか、じゃあ昼はそこで食べるか。そうしよう。立花くん、私ね。ただいま。あら、ツツジちゃん、いらっしゃい。母ちゃん。何その不満そうな顔。っていうか大丈夫？二人とも顔赤いけど。なんでもないです。じゃあ立花くん、お昼喫茶で、オッケー？おう、オッケーオッケー。じゃあそういうことで、お邪魔しました。あれ、私何か邪魔した感じ？別にそんなんじゃねえ。これはとんだお邪魔虫だったみたいね。あら、そう、昼からツツジちゃんとどっか行くんだっけ。おばあちゃんは私とお父さんで見てるから楽しんでらっしゃい。おう、そんなこんなで俺はやや悶々としながら昼を待った。そして正午前。お、ツツジからか。もしもし、どうした。あ、あのね、立花くん、私そっちに帽子忘れてない。いや、そもそもかぶってこなかっただろ。そうだよね、どこにやっちゃったかな。見当たらないのか。うん、俺も探すの手伝おうか。え、いいの。お、いつも世話になってるからな。ありがとう。じゃあ家で待ってるね。ああ、分かった。そうと決まれば早く行かなきゃな。よっと。ばあちゃん、なんで寝たきりのばあちゃんが。それにこの握力。おばちばな、急がば回れだよ。どうしたんだよばあちゃん、なんで急に喋れるように。認知症が治ったのか。え、でもそんなことあるのか。あ、ばあちゃん、まさか今のが最後の力だったんじゃ。ばあちゃん、おい、しっかりしろばあちゃん。なんだよ、脅かすなよ。とこうしてる場合じゃねえ、早く行かねえと。急がば回れだよ。ちょっと遠回りしていくか。数百メートルしか違わねえし。こんにちは。立花さん。どうしたツツジ。本物だよね、生きてるよね。顔をベタベタ触るな。しかしどうしたんだよ、そんな泣きじゃくって。これは後から知ったのだが、歩道にトラックが突っ込んだらしい。運よく歩行者はいなかったが、運転手が腕の骨を折ったという。もしも俺がいつもの道を通っていたら、まあ無事では済まなかっただろう。落ち着けって、俺は何ともないからな。はあ、でもばあちゃんには感謝だな。なんで。実はばあちゃんがさ。そっか、おばあちゃんが助けてくれたんだね。本当によかった。すごく不安だったの。私が帽子探し手伝ってって言ったから、立花くんが事故に巻き込まれちゃったんだって。本当に怖くて。
りは別にそうなってもツツジのせいじゃねえよ。どうせお前が何も言わなくても美術館までチャリであの道通る予定だったしさ、なんでまた泣くんだよ。私のせいじゃなくてもやだよ。立花君が大怪我したら。そうか。好きなの。え、私立花君のことずっと昔から好きだったの。だから立花君が死んじゃったりしたら私も死んじゃう。物騒なこと言うなよって。俺もしかして告白された？うん、告白した。おお、そっか。じゃあ俺が死んでも死なないでいてくれるって言うなら付き合うか。立花君！ジャックルがお前！10年後っていうのが俺と母さんの馴れ初めだ。ドラマチックだね。あれから数年後、俺とツツジは順調に仲を深めゴールイン。今ではユリという子宝にも恵まれた。それでひいおばあちゃんはどうなったの？あの日の数日後に亡くなったよ。もしかしたら最後に俺を助けてくれたのかもな。そっか、今度お墓参りに行こっか。そうだな、ユリのことも報告しなきゃだし。うん、ユリどうしたの？眠くなっちゃった？うん、そんなことないよ。寝ちまったな。そうだね、パパ。なあ、ツツジ。何？お前さ、いつから俺のこと意識してたの？初めて会ったあの日からだよ。帽子を取ってもらった時。そこだったら告白するまでにかなり時間かかったんだな。仕方ないでしょ。なかなか勇気出せなかったの。それに、それに急がば回れでしょ。ご視聴いただきありがとうございました。行動は早い方がいいに越したことはないという考え、これは全てにおいて言えることではないんでしょうね。今回のケースのように遠回りをしたおかげで命が助かったなんてこともあるんですから、急がば回れ、私の心にも刻みつけておきたい言葉です。念のためもう一度言っておきますけど、パンみたいな発酵食品は腐りかけが一番おいしいなんて事実ありませんからね。信じるのは勝手ですが、自己責任でお願いしますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。